大変ご苦労様でございます。いつも大変お世話になりましてありがとうございます。それでは私の方から概要についてご説明を申し上げたいと思います。まず来年度の当初予算でございますが、総額が300億6000万円ということになります。これは平成30年度に301億2000万円という、まあ、そういう金額がありましたが、それに次ぐ過去2番目という大きさになります。この300億を超えた理由でございますが、それはもう当然といえば当然、復旧復興予算の額が大変大きくのしかかっているということでございます。復旧復興にかかる経費が総額で12億円計上いたしております。主だったものは、下原地域、昭和地域の、まあ、その町自体の復興に資するもので、新たな避難所を作っていくもの、それから、昭和などについては南木の駅前の用地買収に資するものなどなど、災害に遭った町の形を元に戻そうとするものが一つ、それから、高梁川の強靭化に資するもの、特に、内水が高梁川に流れ出ていかない、いわゆるバックウォーター現象、まあ、小田川で起こったようなことでございますが、その、内水を高梁川に流出させていく排水ポンプの予算、これも新たにつけるということになります。さらには、2年後今の仮設住宅を復興住宅に、まあ、変えていく必要がございます。この設計予算を来年度1000万円計上し、2年後の復興住宅建設に合わせた動きを加速化させていくということであります。さらにはボートであるとか、ボートも新たに11艇、モーターボートを買い、いざ、まあ、水害にあったときに、そのボートで、多くの市民を救っていこうということも考えてまいります。それから、ハザードマップが、L1 レベルに今なっておりますが、L2 対応ができるハザードマップを、まあ、変えていくということをやっていこうと思います。まあ、それに加え、また新たな義援金の配布でございますけれども、まあ、3月1日から配布するものとして、これまでとかく、まあ、日の当たらなかった、床下浸水の家屋の方々に対して、一律10万円ずつ配布させていこうと思います。これは今までいただいた義援金を再配分するものでございますが、当然、総社厳島マラソンの、まあ、チャリティー募金なども含めた配布方法となろうかと思います。まあ、これによって今まで、まあ、光の当たらなかった床下の浸水の方々に対して対応しようとするものでございます。次に、まあ、これ予算関連はこれまでとし、次に、LGBT についての対応策についてでございます。まあ、LGBT の問題につきましては、この対応をめぐって、日本全国、今渋谷区、世田谷区などが先行事例として、ありますけれども、まあ、世界的にも、まあ、日本全国的にも、この問題をないがしろにしていくということでは、いけないと思います。よって、総社市としてですね、この議会において、LGBT の認証制度の創設、
さらには LGBT 条例というものを条例案として議会に提出したいと思います。先に申し上げました認証制度につきましては、これが必ずしも法的拘束力を持つわけではありません。しかしこのカップル認証制度によって一般の方々が結婚できたねというふうに、一緒になれたねということを総社市独自で認証をしていくということによって、総社市がそれを認定し、そのカップルが、そのことによって、絆が深くなり社会的に認められたということを喜んでもらえる、そして、よかったというふうに思ってもらえること、それが我々の目指すとこであります。さらにこの LGBT 条例につきましても、これが即座に法的拘束力を持つわけではございませんけれども、我々が市民に向かって LGBT これらの方々を市民として本当に迎え入れていくということを歌っていくことによって、彼らの、アイデンティティが保障されていく、確立守られていくということを目指していこうとするものであります。双方ともに、中国四国では、この保障制度認証制度そして条例が中四国初になろうかと思います。とかくその条例については、男女共同参画法の一部を改正するみたいなことで、便宜上を行うということが多い中で、単独してセパレートで、この条例を一本化して、作っていくということを我々は市民に問うていきたいというふうに思います。全ての方々を迎え入れていくためにこの条例案を作ってまいりたいと思います。さらに今虐待が全国的にもかなり深刻化して、この間もさらに悲しい事件が起こってまいりました。でこの虐待の防止条例案というものも提出していきますが、これは今までですね、この個別の名称をその当事者たちが拒んできたという歴史がございます。警察に連絡をする、警察に通報する、そんな厳しいルールじゃなくて、罰則みたいなことを言わないでちょうだい、あるいは自走と警察の連携を強化する、でそんなことをやったらますます隠蔽が進んで、言えなくなってしまう、隠してしまう、だからこそそれが、殺人死亡につながっていくみたいなことで、全部寸止め、みたいなことで、条例案がふぬけになっていたという、反省を踏まえて、今回我が市が発する条例の中には、警察との連携、自走との連携、そして総社市役所の関わり、親との関わりというものを実、名前をその名称を書き込んで、お互いの役割を明確化させていこうとするものであります。これによって、第2第3の死者を出していかないように、努めてまい、りたいというふうに考えております。最後に、気候改革でございますけれども、これも岡山県下では多分、全国的にも初めて、珍しいケースになろうかと思いますが、教育委員会大改革として、教育委員会が今5課ありますが、この5課というのは、学校教育課、それから子ども夢づくり課、そして、庶務課、それから障害学習課、それから文化課というふうにありますが、これを2大分割したいと思います。で、
教育部というのを残して、第一の教育は学校教育課、子ども夢づくり課、そして庶務課、これは教育総務課と改めて、この教育、本当の教育の現場に資するものだけを教育委員会に残します。で、これまでの障害学習課と文化課、これは市長 部局の方に、取ってですね、文化スポーツ部ということにしたいと思います。でちなみにこの中には、総勢厳しいマラソン課というものも、この新たに作る文化スポーツ課に部に入れて、純粋な教育部隊とそれから障害学習とか文化というものを分離し、市長部局の方に文化スポーツを吸収するということで、さらに教育の現場を特化して、子育て王国総社、教育の町総社市を作っていきたいというふうに思います。それからもう一点として、今回我々災害を対応してきたわけですが、その時の教訓として、危機管理室が、総務部長の傘下にあったわけですが、これを、さらに迅速化させるために市長直轄の組織に解散したいと思っております。以上がですね、私からの大きな部分での説明でございましたが、以後は担当者から国名に申し伝えたいと思いますので、よろしくお願いします。どうもありがとうございます。ありがとうございます。